アメリカスポーツ局 FOX スポーツによると2023年のポストシーズンは史上最高額となる1億780万ドルがポストシーズンに進出したチームに分配された。勝ち進むほど賞金は多くなり世界一に輝いたレンジャーズには、1人当たり50万6263ドルが分配された。分配金はポストシーズンに出場した全12チームが対象となる。今回の賞金はまだ発表されていないが、ドジャースも同程度の金額を受け取ることが予想される。大谷は後払い契約を結んでいるため今季の年俸は200万ドル。仮に昨年と同じ報酬金なら年俸の4分の1に当たる。トレーナーとかのスタッフももらえるんだよな。選手はレギュラーシーズンの貢献度に応じてらしい。大谷や山本にとっては小遣い程度だろうが羨ましい。何このシステム面白い。楽しみだな。勝ったチームはさらに盛り上がる。景気の良い話。分配金で億超えってすごい。アメリカはスケールがでかい。大盤振る舞いや。なんていいシステムや。スタッフももらえるってことは通訳ももらえるのか。すごいな。ほんまにアメリカンドリームやん。これは選手たちっていうよりスタッフたちの方が嬉しいやろうな。とんでもない額のボーナスやな。大谷は満額かもしれないけど怪我離脱の山本は減額されると思う。むしろトレーナーなどスタッフの方がたくさんもらえると聞いた。選手によって金額は変わるみたいやな。あまり出てない選手もいるから当然といえば当然か。高年俸の選手よりスタッフの方がどんな金額でもありがたいよな。選手の話し合いやからスタッフに分配せえへん場合もあるで。分配金を誰にいくら渡すかの割り振りは選手たちが決めるの。ロバーツは〇〇ドルにしよう、スミストレーナーにはって選手だけで話し合うの面白い。分配金は史上初の億超えってめっちゃすごいやん。選手に配布されたお金を選手が裏方や監督コーチへの配分を決めるのはアメリカらしく面白い。選手たちがスタッフに感謝してれば普通は多めにあげる。ケチるような選手は来季以降クラブハウスでうまくやっていけない。